馬車を裏門に用意し待機させよう。今すぐ。赤も青も選ばない。現実に沿った流れに乗らないでどうする。あの男の言葉にも一理あったな。赤にも青にも姫君は渡さない。姫君、早急なお話があります。姫君、いらっしゃいませんか？いらっしゃらない。姫君は、一体どちらへ？何か嫌な予感がする。姫君、どちらにいらっしゃいますか？エファはまだセリフを覚えてますか？え？はい、覚えてます。それはよかった。どういう意味ですか？その意味を教えます。一緒に謁見の前。あ、はい。とても残念でしたね。え？私たちは三人で一生懸命に劇の練習をしたのに、それを発表する機会を逃してしまいました。そうですね。それに、私はあの場で片羽を失ってしまったの。まだ劇のことは触れない方が良かったかしら。いいえ、そんなことありません。では私のわがまま聞いてもらえますか？何でしょうか？実はあの時の真似事をしたくてエヴァを誘ったのです。真似事？今から少し私のために時間をくださいね。はい。
さん、着きました。はい。でも一体ここで何を？天使の卵よ、そなたはいつその背にある羽を広げる？羽ですか？そう、天使の象徴たる羽、いつ手に入れられるのかと聞いているのだ。普段と違う口調、もしかして。それは女王様がくださるのでは？それに値すると、そなた自身が証明できればすぐにでも与えよう。証明？さよう。いつまでも卵のままではいられないこと、忘れたわけではあるまい？はい。あの、姫様。もしかして私、セリフを間違えましたか？いいえ、エファ。台本のセリフとしては、合ってます。え？今、天使の卵が、はい、と答えるセリフがありましたね。はい。そこが少しだけ、違ってました。どういうことですか？それでは、思い出してみてください。実際に舞台の上で天使の卵を演じたのは誰でしたか？それはココですが。ココの普段のお返事は？あ、でしたね。そう、正解です。それにしてもよく天使の卵のセリフまで覚えてましたね。私は演劇の練習相手を務めることも多いので、台本にあるほとんどのセリフを覚えてしまいます。では私の演じるはずだった初代女王マルグレーテ・ドルンのセリフも？はい、もちろんです。すると、いざとなれば私の代役にも？ええ。それなら私もエヴァが演じる天使のセリフをしっかりと覚えておけばよかったですね。どうしてですか？そうすれば二人で役を交代し、みんなを驚かせることができたかも。ああ。私が天使で、私がマルグレーテ女王。それでは二人だけの本番を始めましょうか。はい。
どこから再現しても構いませんか？大丈夫です。それでは参ります。ならば私を殺していきなさい。さあ続けて。わかりました。私はここで壁にかかった短剣を手に取る。さすがに馬乗りにはならなくてよいですよ。そうですよね。さあ、一思いに刺すがいい。それはできません。なぜできない？先ほど分かったと申したではないか。さあ、一思いに。できません。そなたは自由が欲しくないのか？それは、人として生きたくはないのか？人形は人にはなれません。私を殺せばそなたが人間になれるとしたらどうする？それは人になりたいのではないのか？人間のようになりたいと申したのはそなたではないか。私は人間にはなれなくとも構いません。姫様のおそばにいられるなら。私の命令が聞けぬのか？それが命令であれば。もうすぐクライマックス。命じよう。さあ天使よ、私を殺し自由を手に入れ羽ばたき去るがいい。
なぜ、なぜこのような危険な真似事？もしも何かの拍子に怪我でも負わせたりしたら。それを望んでいるのですよ、エヴァ。こうすることでしかあなたを助けられないのです。何のお話をしているのですか？では、わかりやすく説明しましょうか。今のあなたが持つ記憶石の数は、一つですが。残念ながら、あなたには記憶石が二つあります。え？一つは、あなたがもともと持っていた記憶石。もう一つは、純度の高い、人の記憶や知識すらも吸収できるほどの奇跡。あなたに純度の高い奇跡を隠し戻せたものは、どうやら私の人形技術に関する記憶や知識を欲したようです。姫様のですか？どうして私に？式典前後の時期、私のそばにいることができる人形だったからでしょう。それで、その奇跡にどんな意味が？触れれば触れただけ、思えば思うだけ、記憶を吸収する意志。現在、その意志には、私が相当量流れ込んでます。今、この瞬間も、あなたが望む、望まないに関わらず。当然といえば当然でしょうね。私とあなたは。その奇跡は、母体であるあなたの限界など無視し、私の記憶を吸収し続けます。そして、もし限界を超えてしまえば、あなたの心と体は耐えきれず、終わりを迎えてしまいます。その石を外せばよいのではないでしょうか。残念ながら、もう深く根付いてしまっています。今から外しても、あなたに深刻な障害を残すでしょう。では、どうすればいいのですか？あなたを傷つけない一番の方法は、私に関する一切の記憶から思い出を、早期に封印することでした。封印？でも残念ながら、もうそれすら手遅れになったのです。このまま一緒にいれば、あなたは確実に壊れてしまいます。かといって、私と離れたいとは、思いません。ありがとう。私も同じ気持ちです。そこで、私はずっと考えていたのです。あなたが壊れることなく、私と一緒にいられる方法を。それは、この方法がうまくいけば、私はずっとあなたのそばにいることができます。試してみますか？もちろんです。でも、それは、大丈夫ですよ。ずっと、あなたと一緒です。姫様、ですから、ご冗談は。冗談などではありません。あなたが私を刺す。
それでおしまいです。そんな真似、私にはできません。できますよ、エヴァ。あなたには制御石の力がありますから。制御石とは何ですか？私はそんな石。それはまさか私の心や体を勝手に動かす。はい。ああ、そんなものが私に。私が死ぬことによって、これ以上の記憶の流れ込みは起こらなくなります。そうすれば、奇跡を取り出す必要もなくなり、エファが壊れる心配もなくなります。ダメです。姫様は間違われていらっしゃいます。今さっき姫様は、私と一緒にいるとおっしゃったではありませんか。あなたの二つ目の記憶石。私はそこにおります。そんな納得できません。どうして私を助けるために姫様が犠牲になるのですか？もう私の命もそう長くはないのですよ。え？なぜですか？嘘です。嘘だとおっしゃってください。許してくださいね、エヴァ。せめて最後はあなたの手で。納得できません。すべて、何もかも。触れることのできない姫様なんて欲しくありません。姫様がおっしゃったではないですか。命令にも近い言葉で、私の自由を奪いそうになったら抗議なさいと。そうでしたね。でもね、エヴァ、こうも言ったことを忘れましたか。え？私はわがままな姫なのです。それならば私も負けません。私は姫様よりもわがままで、誰よりも姫様のことは大切に思っております。ですから私などどうなっても構いません。ですから姫様はもっともっとご自分を大切になさってください。ありがとう、エヴァ。その言葉、この胸に刻みました。こんな二人が一人になったら、さぞかしわがままで、自分を大切にすることでしょうね、エヴァ。ダメです。最後の言葉を言わないでください。私がずっと口にできなかった気持ちです。泣かないで、エヴァ。これから先、
私は永遠にあなたと共にあります。こうしてあなたを直に見るのも最後ですね。記憶に意志も宿るなら、私は鏡の中からあなたを見つめます。そんな、私は誰に、誰に抱きしめてもらえば。エヴァ、泣かないで。姫様、私も。